2017年イギリス総選挙は、2017年6月8日に、イギリスで行われた英国議会の庶民議員の総選挙である。当初は、議会人気固定法により、次回の総選挙は2020年5月7日に実施されることになっていたが、テリーザ・メイ首相は2017年4月18日の閣議後に議会を解散し、 総選挙の実施時期を前倒しすることを表明した。翌19日に議会会員は解散総選挙の早期実施について採決し、賛成522反対13でこれを承認した。これにより5月3日の議会解散と6月8日の総選挙実施が確定した。五月三日、議会会員は解散され、六月八日の投開票日に向けた選挙戦が 本格的にスタートした。イギリスの欧州連合からの離脱の賛否及び離脱に向けた交渉方針が主な争点となった。2017年6月8日投票され即日開票。その結果、与党、保守党は得票自体は前回の36.9%から42.4%と5.5%増加させて第一党を維持するも、 選挙前の議席を下回り、317議席しか獲得することができず、単独過半数の326議席を維持することには失敗した。一方の最大野党、労働党も改選前の229から議席を増加させるも、獲得議席は262議席に終わり、政権交代はならず、第二次世界大戦後では三度目のハングパーラメントとなった。また、 スコットランド国民党は、改選前54から35に減らし、自由民主党は、改選前9から12に増やした。イギリス独立党、アルスター統一党、社会民主労働党は、全敗に終わり、議席を獲得できなかった。北アイルランド地域政党のユニオニスト最有力である、民主統一党は、改選前8から12、アイルランド貴族派のシンフェイン党は、 改選前4から7にそれぞれ議席を増やした。2010年のハングパーラメントで保守党と連立政権を組んだ自由民主党は今回は早々に連立しないことを宣言した。そのため保守党は政権に止まるためには他党との協力か少数与党となるかの選択を迫られた。保守党は民主統一党との協議を始め民主統一党は 格外協力を表明した。両党を合わせると328議席となり、わずかに過半数を上回る。また、新平党は、党員に必要な英国君主への忠誠を拒否しているため、実質的な過半数は322議席で済むことになる。6月26日、保守党は民主党一党の格外協力を得ることを正式合意した。ありがとうございます。